一回限界が来たのね。負のループに入るわけ。めちゃめちゃいい人だからね、元カさんって。限界を超えたら死ぬ、人間は。俺は潰れかけた、それで。生きてるだけで偉いんだよ。どんだけ人が来なくなっても辞めない？同説とかがってこと？どうなんだろうね。辞めないと思うよ、俺は。俺もう、正直 YouTube 始めて3年目の時に、一回限界が来たのね。配信者と YouTube 活動をやることに対して、ストレスで。マジで、ゲームしようとすると、もう目が、ってなって、拒絶反応。OBS つけると体がだるくなるとかってなったんだけど、でそのタイミングでフォートナイトをやめたんだけど、俺で俺フォートナイトやめるときに配信者として食っていくとかもあったんだけど、一旦は自分が楽しむことを第一にっていう制約をつけてやめたのね、俺フォートナイトを。そうだって、その時はフォトナメインでさ、もうフォトナをやんなきゃ数字が保てないっていう状況だったんだけど、でも俺そこでやっぱ限界が来て、あ、このままじゃこの状態で他のことやってもダメだなって思ってツイッチ来たのね。でツイッチ始めた時はマジで数字にこだわらんとこって思ったの。その数字にこだわったらマジでストレスかかりまくって、どうせ少ない配信とかしたら負のループに入るわけ。どうせ少ないから配信やりたくない、配信やってもどうせ少ないからまたやりたくないで、負のループになっていって自分が落ちていくから、だから YouTube からツイッチに移行するタイミングはめちゃめちゃ良かったんだよね、あの時。メンタル的にも。ツイッチはなんか正直もどんな配信してもいいやと思いながら俺やってるから。やっぱね、人間無理すると続かない。マジで続かん。俺ずっと無理してたもん。やりたくもねえゲームつけてさ、YouTube の頃。スト6はやりたいゲームに見えるから見てて楽しい、ヤリケンさん。まあ、俺も楽しいしな、普通に。やっぱね、俺の中ではね、ボドカさんの存在が本当にでけんだよな。やっぱこう、やる気がない時とかでも、こうしていこうみたいな。今年はこれをやってこうみたいな。作戦会議がたまに行われて、それをやって、ボドカさんが、俺は今年はこういう風にやって、これを頑張るっていうのを聞いて、で、ボドカさん、それを本当にやんのよ、ちゃんと。で、そこで、あー、すげえなって思って。で、俺の中に生まれた感情が、なんか、ボドカさんをがっかりさせんのは、ちょっと、違うなっていうか、そのボドカさんにがっかりされるのが俺一番嫌だから、多分そこでだいぶやる気が出たかな。俺はめちゃめちゃいい人だからね、ボドカさんって。超いい人だからね。だから俺結構そのマジで配信やめたいなって思った時はそれが結構でかかったかな。だから俺は頑張りすぎない方法が身についたって感じかな。その自分が潰れそうになるとっていうか、そのだからむずいんだよやっぱね。難しいんだよ。頑張れば頑張るほど嫌になるし、頑張って頑張って結果が出るほど満足しちゃう、燃え尽きちゃうんだよね。これをやります、わっってやると終わった、もう何もしたくないみたいな。だからやっぱ人それぞれだと思うわ、ここに関しては。俺はマジで破滅するタイプだったなって思う、自分自身が。でもこれってさ、言ったら甘えじゃん、俺の甘えなわけじゃん。でその甘えすらを跳ねのけてやってる人たちがいるじゃん。でこれやっぱね、我々日本人の悪い癖だと思うんだけど、頑張ってる人がいたらその人ぐらい頑張んなきゃいけないって思っちゃうじゃん。その頑張ってる人がいると、あー俺なんてってなるけど、俺もそう思ってたの今まで。それ鬱とかになる人のマインドじゃない、いや本当そうだったんだよ俺も。で、マジで本当に鬱になりかけたし、そう思ってたら。でもなんか結局細く長くやっていくのが一番大事だなって思った。細く長く、あの人まあやってるよねみたいな。少しずつ自分の限界を超えていけばいいと思う。いや限界を超えたら死ぬ、人間は。限界は超えられないから限界であって。まあじゃあ世の中にはさ、マラソン好きな人と嫌いな人がいるじゃん。嫌いな人がマラソン好きな人の気持ちって絶対わかんないじゃん、あんなに苦しいのにって。でもマラソン好きな人ってさ、走れば走るほどさ、ハイになっていったり楽しいって思ったりするじゃん。でそれを2つ並べた時に、マラソンっていう概念で見たらマラソン頑張ってる方がすごいよねってなるじゃん。でもそもそもマラソンを頑張ってない人が偉いっていうのって、俺マジで意味のない固定概念だと思ってんのね。もうほぼ洗脳みたいな感じなんじゃないのかなって俺思ってんの。晴れてる日と雨の日、雨の日がいい天気って言っちゃダメですかみたいな。それって固定概念じゃん。晴れの日がいい人が、まあ、世の中にはいっぱいいるんだけど、そのいっぱいの中で雨の日も好きだよねって人が一人いてもおかしくないわけじゃん。その人が周りが晴れの日がいいよね、自分は雨の日がいい天気なんだけどなって思ってるけど、周りが違うから苦しむのってすごい無駄じゃないっていう考えに俺はなった。じゃないとやってられないってなったね。それができてる人ってやっぱ楽しそうなんだよね。
他の人が頑張ってるから頑張るっていうエネルギーが湧く人もいるし、頑張ってる人を見てエネルギーが湧かない人もいるっていう、危機感を感じてエネルギーが出る人もいるし、みんないっぱいいっぱいいるんだよね。でそれを気にし、その自分の中で競争しだしたら潰れる。俺は潰れかけた。それでだからみんなもだよ、マジでみんなもだよ。なんか一番を取りなさいっていう洗脳されてるから、俺らは多分社会に出て一番苦しむのって多分そこなんだ。人と比較されたり、自分で人と比較して自分が優れてないとダメみたいな考え方なんだよ全員多分。俺らってでもマジで意味ないよ。自分よりすごい人間なんていくらでもいるし、自分よりすごい人が自分をすごいって思ってる時もあるからね。順番と順位にとらわれない方がいいよ。っていうか子供の頃から俺らは数字で戦わされすぎた。たかが数字にさ縛られるのマジでしょうもないぜ。だってずっとじゃん、もう生まれてからずっと誰かを追い抜け、誰より優れていろ、誰に勝てっていうマラソンをずっとさせられてるじゃん。まあ一番になった方がいいと思うんだよ。そういう世界だから、一番が得をする世界だからね。一番になることが悪いとは言わない。でも一番を狙って、楽しくないぐらいなら狙わなくていいんじゃないって。なんかまあ生きるのに必死ぐらいでいいよ。まあでも俺が配信でこの YouTube でズタボロになってる時は、今言ったことの反対の考え方をずっとしてたね。置いてかれちゃダメだみたいな感じだったな。でも苦しいことはできなくてみたいな。だからおもろいんだよね人生ってね。俺も最近人生おもろくなりだしたなって思うわ。まあでも苦しんでる人もいると思うよ多分配信者の中には。でもしょうがないよな、俺ら人間ってハートで動く生き物だしな。むずいよなメンタルって、目に見えない傷ってむずいよな。一番むずいし一番ケアしないといけないとこだよなそこって。人生難しすぎる。だから簡単に考えればいいんじゃない、生きるのに必死になろうでいいんじゃないって俺思うわ。元をたどっていって、やっぱ俺ら生き物なわけやん。生き物で、生き物ってどのタイミングでもさ生きるのに必死じゃん、どの生き物も。でも人間ってさ、生きてるのが当たり前になってきてさ、必死に生きるってのがなくなったじゃん。生きてるだけで偉いんだよ、もともと生物としては。生き延びてるだけですごいのに、俺らは生きてることが当たり前になって、その他のもので自分の人生を満たそうとしてるから苦しくなってんだよ。まず根本として生き物として生きてるだけですごいんだからね、生物として。だから何かに迷った時は、まあ俺生きてるだけで偉いしなって思えばいいと思うよ。俺は最近そう思ってるよ。いっぱい寝れて偉いって思ってるからね俺自分のこと。別に何事もやらなきゃいけないってことじゃないからな。最近仕事サボっていっぱい寝てる、偉い。まあこれも言うてあれだからね、だってなんか今偉そうに語ってるけど、自分にただ言い聞かせてるだけだからな。正解なんてないんだから。人生辛いから一発ギャグで笑わせてくれ目を閉じれば、あ暗い。